無職独身50代友です。本日もよろしくお願いいたします。マッチングアプリ疲れますけど楽しいですね。なかなか楽しいです。で、現段階では実はですね、もうお一人とカップリングしまして、まあマッチングですね、3人とマッチングしたっていう形になるんですよね。3人ですよ。流れ来てます。流れがかなり来てますね。で、ただですね、お一人新たにマッチングした人は40歳で千葉の方なんですよね。まあでも40歳で千葉の方でも、私東京そんなに行くの苦痛じゃないですから、まあ、すぐどっちかって言ったらすぐじゃあ明日行けって言われても行くタイプですから、まあ、全く問題ないんですけれども、でマッチングしてよろしくお願いしますって、でこれからもそのやり取りしましょうねって送ったんですよね。未読です。え、丸一日未読です。リアクションが全くないですね、残念ながら。丸一日経ってても読みもしないってどういうことですか。だったらマッチングしなければいいですよね。まあ、多分女性ですから、多分10人20人ぐらいマッチングしてると思うんですよね。ただですね、マッチングしてこっちがメッセージ、こちらがメッセージ送ってるのに返してこないっていうのはかなり失礼ですよね。と思うんですけどね。まあそれがマッチングアプリっていうことですね。みんな比較的そのきちっとしてませんから、気楽に、まあ悪い言い方したらいい加減にいいねいいねいいねって押してますからね。だからマッチングしやすいっていうことです。それでですね、30代の友人に聞いたところ、まあ、彼すごいマッチングアプリやってるんですよ。やっぱりですね、30代の方でしたら結構そのいいね送っても向こうからあのマッチングするらしいんですよ。カップルになるらしいんですよね。こっちがいいね送って向こうもいいねって押したら、ありがとうを押したら、そのマッチングっていうことでカップルになるわけですけれども、その友人はですね、20何人マッチングしてるって言ってました。これは驚きですね。で、実際会ってんのって聞いたんですよ。どれぐらい会ってんのって言ったら、5人実際にお会いしたみたいです。やはりですね、まあ個人の問題もあるかもしれないですよ。個人のただそれも問題あるかもしれないんですけれども、やっぱり30代のマッチングアプリと50代のマッチングアプリっていうのはかなり違いますよね。当たり前ですけど、実際マッチングアプリ登録してる50代の人ってめちゃめちゃ少ないですからね。男も女性も男性も女性もめちゃめちゃ少ないので、まあ仕方ないといえば仕方ないですよね。まあ、私40代とか狙ってるんですけど、それでも全くダメですからね。で、一つ進展があったのが、その49歳のシングルマザーの方、その方とはですね、かなり進展がありました。かなり本当にかなり進展がありましたね。っていうのもちょっとダメ元で LINE に移行した後に、ズームしませんかって言ったんですよ。ビデオ通話ズームですね。まあ見事に断られたんですけれども、苦手です、絶対やりませんって来たんですよね。だからこれまずいな、この展開やべえ、やべえ展開だなと思って、これはいかんと思いまして、あのじゃあ通話しましょうよって、 LINE 通話しましょうっていうふうにこう入れてみたんですよね。そしたらですね、 OK です、 LINE 通話しましょうって来たんですよ。いやー、これはめちゃめちゃいいなと思いまして、実はですね、 LINE 通話したんですよね。そしたらですね、その方49歳でも写真めちゃめちゃ綺麗なんですよ。で、ちょっとこれも怪しいんじゃないかなとは思ったんですけれども、まあ、実際こう話してみて思ったのが、普通の人ですね。これ桜とか業者とかそういうのじゃなくて普通の方でしたね。1時間も話しましたよ、1時間。最終的にはですね、私がちょっと電話あんまり好きじゃないんですよ、長電話で。1時間ちょっと経ったところで、じゃあまた
次 LINE しますねって切ったんですよね。向こうもあこいつかなり疲れてるなっていうのが分かったはずなんですけれども、まあそれはそれで仕方ないというかいいと思うんですよね。で内容的にはですね、バツ2でしたね。バツ2で、それでマッチングアプリを友人に勧められてやり始めて、で最初はですね、まあ、私と世代近いですから私たちの世代そう思うんですけれども、怪しいなって感じるんですよね。だからそういうの手出してなかったんですけれども、友人の勧めでやって、実際登録してマッチングして、で何人かお会いしてるみたいなんですけれども、そうしたらこれ全然まともなアプリじゃないっていう風な形でガンガンやってるらしいですよ。ガンガンガガガって。そしたらその彼女は20人とマッチングしてるって言ってましたね。すべて年下らしいですよ。年下そりゃそうでしょうね。あの写真すごい綺麗な方なんですよ。で私疑り深いんで失礼かなと思いながらも、ちょっと今の写真送ってよって言ったんですよ。だからどうしようかなって言われたんですけれども、分かった、じゃあ送るよって言ってその写真送ってきたんですよね。それでその写真見たらやっぱり登録してる写真と同じで、でやっぱり綺麗な方でしたね。それも自分の今まで会った中の女性ではかなり綺麗っていうレベルの人でした。よっしゃーよっしゃーと思ったんですけれども、まあ多分その方変な写真使ってたり業者じゃないですね。後ろでテレビの音聞こえてたり子供の声も聞こえたので、途中であこれ普通の人だなっていうことで、その人とはですね会う約束しましたね。で向こうも会いましょうっていうことですから、ただですねお金がないんで、その人北九州なんですよ。小倉から福岡までの新幹線で払ってくれないって言ってきたんですよね。で自分ちょっと強気で、でいくらぐらいっていうか4000円ちょっとですって言うんで、いやそうやったら自分で払えるじゃんってちょっと言ってみたんですよ。だからいやお金本当に苦しいんでって、マジで苦しいのよっていうふうに言うから、じゃあ払いますよっていうふうに言いまして、でお会いすることになりますね。で日程調整はこれからですけれども、博多駅でお会いして、それで時間は昼から夕方まで、この時間しかちょっと無理ですから多分3時間ぐらいですかね、お会いして帰ろうかと思っています。でただその人バツ2で、で結婚した、今まで2人結婚してるわけですよね。2人とも年下らしいんですよ。で前回の旦那さんは、20歳したって言ってましたよ。20歳。で今まで年上の人と付き合ったのはまあ2人ぐらいいるらしいんですけれども、基本的にずっと年下と付き合ってた方らしいです。だからちょっとですね、その変な意味じゃなくて、お会いして実際どれだけ美しいのかって気になりません？だからちょっと会おうと思ったんですよね。多分近々会おうと思うので、本当にうわ綺麗だとなるか、マッチングアプリあるあるでどうなったってなるか、これは楽しみにしてますね。まあ本日は以上です。もうですね正直マッチングアプリのネタはないですね。それでもう私は本当に限界感じてまして、やめようと思ってます。だからこの女性を最後にちょっと出会って、それで私のマッチングアプリ人生終了ということで行こうと思ってます。いつもご視聴ありがとうございます。無職独身50代友でした。失礼します。流れは来てます。